今回の問題、 VLAN とは何々の略でスイッチの技術です。 VLAN のメリットは何々に依存しないネットワークを作れること、何々を分割できること、何々対策として利用できることです。答えは動画の中で説明します。今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっておりますマサルです。皆さん、とうとう CCNA 対策編は4章 VLAN までやってきました。本動画シリーズは黒本を意識して進めていますので、黒本をご用意して学習していただくと、より一層学習内容が定着すると思います。概要欄にリンク貼っていますので、もしまだ手に入れていない方はぜひ手に入れてください。もしもっと優しくネットワークの基礎を学びたい方は、 CCNA の基礎が学べる本もおすすめしています。あとは最近白本と呼ばれる本も読んでみたのですが、こちらの本もとても分かりやすかったのでおすすめしたいと思います。こちらも概要欄にリンク貼っておきます。ぜひ見てみてください。それでは第4章 VLAN も一緒に勉強頑張っていきましょう。今回は超重要項目ですね。 VLAN の基本と VLAN のメリットについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきます。 VLAN というのはバーチャル LAN の略で、スイッチの技術です。スイッチの内部でネットワークを仮想的に分けます。初めて VLAN を勉強する方にとって、この文章だけだと VLAN という技術を想像するのはなかなか難しいですよね。誤解を恐れずにざっくりと説明すると、 VLAN というのはスイッチの中にスイッチを作る機能です。スイッチの中にスイッチを作ると言われても何がいいのかよくわからないと感じる人もいると思いますが、この技術を使うメリットは大きく3つあります。このメリットを見ながら VLAN についての理解を深めていきます。まず VLAN のメリットを説明します。それは物理的制限に依存しないネットワークを作れること、ブロードキャストドメインを分割できること、最後にセキュリティ対策として利用できることです。一つずつメリットを見ていきながら、 VLAN という技術がどのようなものなのか勉強していきましょう。まず1つ目、物理的制限に依存しないネットワークを作れるから始めていきます。例えばここに営業部のネットワークがあるとします。営業部は一つのネットワークに属しています。ただ営業部人が増えてきたので、営業1課と営業2課に分けることにしました。そこで営業2課を新しいネットワークに移行させることにしました。つまりこのような構成にしようとしました。スイッチは L2 までしか理解できないので、 L3 の IP アドレスの情報を理解することができません。なので新しいネットワークを作るときには、新しいスイッチを用意しないと営業1課と営業2課を分けることができません。ただ新しいスイッチを用意すると、その分費用がかかったり設置するスペースが必要になるので、できれば既存のスイッチを利用してネットワーク分けたいですよね。そこで利用されるのが VLAN です。 VLAN を使えば物理的な制限に依存しないネットワークを作ることができます。つまり同じスイッチを別のネットワークで共有して使うことができるようになるんですね。物理的には1台のスイッチですが、スイッチの内部でネットワークを仮想的に分けることができます。それはつまりスイッチの中にスイッチを作っている状態です。VLAN を初めて勉強する方には、この説明だけだといまいちイメージが難しいと思いますので、後からパケットレーサーを使ってより細かく説明させてもらいます。次のメリットも続けてお話ししていきます。次のメリットはブロードキャストドメインを分割できるといったメリットです。ブロードキャストドメインというのはブロードキャストが届く範囲のことです。スイッチのインターフェースは全て同じブロードキャストドメインになります。1台の PC からブロードキャストの通信が発生した場合には、全ての端末にブロードキャストの通信が届くことになります。今回のように数台程度なら良いのですが、多くの端末がネットワークに参加してブロードキャストの通信が頻発してしまうと、ネットワークに負荷がかかってしまい通信品質が低下する場合があります。この問題も VLAN で解決することができます。先ほどと同じように VLAN を使ってスイッチの中にスイッチを作ってネットワークを仮想的に分けます。するとブロードキャストドメインも分割することができます。本来は1台のスイッチ全体がブロードキャストドメインだったんですが、 VLAN を使ってスイッチの中に
スイッチを作ることで、今回の例だと2つのブロードキャストドメインに分割することができています。最後はセキュリティ対策として VLAN を利用する方法です。例えば学校のパターンで考えてみましょう。生徒用のネットワークと先生用のネットワークがあります。ある生徒は自分の成績が悪かったので、成績を管理しているサーバーに侵入して自分の成績を変えようとします。 IP アドレスは生徒が 192.168.0.1、 サーバーが 192.168.1.100 です。この場合ネットワークが違うので、ルーターに通信を中継してもらう必要があります。ルーターには様々な設定をすることができて、通信のルールを設定することができます。基本的には必要最低限の通信ができるようにルールが設定されています。つまり生徒側からのネットワークと先生側のネットワークを通信できないようなルールがルーターに設定されているんです。言い換えるとルーターがセキュリティ対策として利用されていることになります。生徒側のネットワークから先生側のネットワークへ通信が発生した場合は、ルーターが該当の通信を破棄します。しかし今回のように同じスイッチに該当の端末がつながっている場合、実は IP アドレスを変えることで生徒は先生のサーバーにアクセスできてしまうんです。例えば生徒が自分の IP アドレスを手動で 192.168.1.1 に変えたとします。すると生徒と先生は同じネットワークに属していることになります。このように IP アドレスを変更すると同一ネットワークと判断されて、そのままルーターを経由しないで通信できてしまうといった問題が出てくるんですね。このような問題を解決するためにも VLAN が利用されます。 VLAN を使用すると、生徒が勝手に IP アドレスを変えたとしても、生徒と先生のサーバーは別のスイッチに接続されると判定されるので、そのまま通信をすることができません。このようにアクセスを制限することで、セキュリティ対策としても VLAN を利用することができます。ここまで VLAN のメリットについてお話しました。 VLAN のメリットは物理的制限に依存しないネットワークを作れること、ブロードキャストドメインを分割できること、セキュリティ対策として利用できることです。ただ動きを見ないとなかなかイメージしにくいと思いますので、パケットトレーサーを使って動きを見ながら説明してみたいと思います。それではパケットトレーサーに移動します。それでは一緒にパケットトレーサー動かしていきましょう。このパケットトレーサーのファイルは概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは手順に沿ってやっていきましょう。まずはブロードキャストドメインを分割できるといったメリットを見てみたいと思います。シミュレーションモードの方が分かりやすいので、シミュレーションモードを起動して ICMP と ARP にフィルターされていることを確認しておいてください。シミュレーションモードが起動できたら手順の2に移ります。PC1 で ARP を発生させて、ブロードキャスト通信がスイッチ全体に届くことを確認してみたいと思います。最初に説明した営業部のネットワークをここに再現しています。 PC1 から ARP を発生させます。 ARP はブロードキャストの通信なので、全体に届くことを確認してみたいと思います。 PC1 を選択して、デスクトップタブから IP コンフィグレーション、 IPv4 アドレスのここの欄を一度クリックしてもらって、このように入力できるような状態になったところで、欄外を一度クリックしてみてください。すると 192.168.1.1 という IP アドレスを設定するために、一度 ARP が走ります。この ARP はブロードキャストの通信なので、ブロードキャストの通信がどのようにスイッチに処理されるのか見てみましょう。通信を進めていきます。スイッチに届くと、ブロードキャストの通信は全てのポートから出されます。スイッチ全体に届いていますね。このように VLAN が設定されていないと、スイッチ全体がブロードキャストドメインなので、ブロードキャストの通信が発生した際には全ての端末にデータが届きます。では次に VLAN が設定されているスイッチで見ていきます。 VLAN の設定方法などは後々の動画で詳しく説明していきます。今回は VLAN といった技術でどのようなことができるのかというところを学習してもらえれば OK です。ではこちらの PC から同じように ARP を発生させて、ブロードキャスト通信が VLAN で区切られていることを確認してみたいと思います。 PC1 から PC3 は VLAN1 といった VLAN に属しており、 PC4 から PC6 は VLAN2 に属しています。ブロードキャストの通信が発生した場合には、同じ VLAN の中だけにブロードキャストの通信が届くようになります。それでは見てみます。 PC1 をクリックして、先ほどと同じ手順で ARP を発生させます。通信を進めます。
すると VLAN1 から発生した通信は VLAN1 の中でブロードキャストされます。先ほどと同じように1台のスイッチに接続されていますが、 VLAN を設定することでブロードキャストドメインが分割されていることがこの例で分かったと思います。また物理的制限にとらわれず1台のスイッチを複数のネットワークでも共有できていますね。では次にセキュリティ対策として利用できるといったところを説明していきたいと思います。動画の冒頭で説明したように、生徒用のネットワークの中から先生用のネットワークにアクセスして成績を管理しているサーバーにアクセスする、そのような想定でやっていきます。では PC1 からサーバーに対してアクセスできるかやってみたいと思います。今回のシナリオではピングだけ使いますので、シミュレーションモードの中は ICMP だけにフィルターしておいてください。フィルターが ICMP だけになっていることを確認できたら始めていきましょう。ではまず生徒用のネットワークの中の PC1 から先生用のネットワークにある成績を管理しているサーバー、サーバー0に対してピングを行ってみて通信できるかどうか確認します。 PC をクリックしてコマンドプロンプトからピングを実行してみましょう。 IP アドレスはサーバー0の 192.168.100.100 です。では実施します。すると ICMP の通信ができていますので、どのような動きになるのか見ていきましょう。スイッチに渡されて、スイッチからルーターに渡されます。ただこのようにルーターで通信破棄されてしまっているようですね。ルーターから ICMP の通信が開始されていっています。この通信が何なのかというと、こちらを見てもらうと分かるんですが、このようにディスティネーションホストアンリーチャブルのメッセージが返ってきています。ルーターから該当のホストへは通信できませんでしたよといったメッセージを返してくれているんですね。なぜこのようなメッセージを返すかというと、先ほど説明したようにルーターには必要最低限の通信しか許可しないような設定が入っているからですね。なので生徒用のネットワークから先生用のネットワークへは通信させないようにルーターで通信を制御されているわけです。では手順の2に移っていきます。一度通信をきれいにしておきたいので、リアルタイムのボタンを押しておいてください。ではここからが本題です。 PC1 の IP アドレスを手動で先生のネットワークである 192.168.100 に属する IP アドレスに変更してみたいと思います。 PC1 を選択して IP コンフィグレーションから 192.168.100.1 に設定してあげます。設定できたら×ボタンで閉じてください。すると今 192.168.100.1 という IP アドレスが PC1 に設定されている状態です。こうなると何が良くないかというと、スイッチは IP アドレスの情報を見ることができないので、 PC1 がサーバー0に向かって通信しようとするとルーターを経由せずに通信できてしまうんですね。では実際にやってみましょう。シミュレーションモードにして先ほどと同じようにピングをしてみましょう。宛先は 192.168.100.100 です。では実行します。実行すると ICMP の通信はスイッチに届いて、先ほどは別ネットワークだったのでルーターに通信を中継してもらう必要がありましたが、今は PC1 は先生用のネットワークに IP アドレスを変更したのでルーターを経由せずにそのまま通信できてしまいます。するとこのようにサーバーと通信できてしまうんですね。こうなるとセキュリティ的によろしくないですよね。このように先生用のサーバーから応答があったことがわかりますね。では一度リアルタイムモードに戻しておきましょう。このように同じスイッチに接続されている場合は IP アドレスを変更すると無理やり通信できてしまう場合があります。これだとセキュリティ的に良くないので VLAN を使ってセキュリティ対策をしましょうということですね。 VLAN を設定していれば物理的に同じスイッチに接続していたとしても仮想的には別々のスイッチに属していることになるので、ルーターを経由しなくては通信が届かなくなります。 VLAN が設定している例も見てみましょう。先ほどと同じように PC1 の IP アドレスを 192.168.100.1 に変えて通信させると VLAN があるとどのようになるのか見てみます。 192.168.100.1 に変更して通信させてみたいと思います。ではシミュレーションモードを起動させて PC1 からコマンドプロンプトでピングを実施します。 192.168.100.100 です。通信させると ICMP が発生してPC1 の中でデータが破棄されているようです。リクエストタイムアウトになってますね。これはどういうことが起きているかというと、今回に関しては ARP も見た方が分かりやすいと思うので一度 ARP も一緒に見てみましょう。シミュレーションモードを立ち上げて ARP もつけてもう一度動かしてみるとどうしてタイムアウトになっているのかよく分かると思います。
もう一度ピングを実行します。すると 192.168.100.100 の IP アドレスを持つホストの MAC アドレスを調べようと ARP が発生します。 ARP が発生するんですが、 ARP の通信はスイッチに届いて、生徒用のネットワークは VLAN10 というネットワークに閉ざされているので、 VLAN10 の中でしか届きません。つまり先生用のネットワークにいるサーバーには ARP が届かないので、MAC アドレスを調べることができずに通信することができない状態になってタイムアウトになっているということなんですね。今話していることは結構専門的な話をしていて、 CCNA の試験ではここまで求められないと思います。ただ今後皆さんはきっと情報処理安全確保支援士やネットワークスペシャリストの試験も目指すようになるのではないかなと思いますので、その時にはこのような知識が求められますので、知っておくととてもいいと思います。それでは今回は VLAN の実習をパケットトレーサーでやってみました。今回かなり詳しい内容になってしまったと思うんですが、わからないことがあればぜひコメントに書いてください。実習は以上です。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせしていきましょう。 VLAN とはバーチャル LAN の略で、スイッチの技術です。 VLAN のメリットは物理的制限に依存しないこと、ブロードキャストドメインを分割できること、そしてセキュリティ対策として利用できることです。今回は VLAN についてかなり細かいところまで一緒に勉強してみました。なかなか分かりづらいところもあると思うんですが、 VLAN についてはこれから動画をいろいろ作っていくので、ゆっくりで構わないので確実に一緒に勉強していけたら嬉しいなと思っています。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。